皆さん、こんにちは。師匠のつぶやきスカーフです。え今回はイタリア・ミラノの 女性え、50代60代70代の方たちのファッションをご覧いただきたいと思いますやはり洋服の歴史も長いですしイタリアといえば色彩の国なので皆さんいろんな色を取り入れてファッションを楽しんでいらっしゃいますこれを見て皆さんの毎日の服のコーデの参考にしていただけたらと思いますどうぞご覧ください えさすがイタリアっていうプリントのスカートですねえもう一人の方はパープルをお召しになってますねこれほんと綺麗に着こなしてらっしゃるんですけれどもあのなんピンクベージュそして差し色にバッグのターコイズブルーっていう感じですねさっそと歩いてらっしゃいますで意外なのは後ろジッパーなんですねお尻の方にジッパーがあります この方、すごいボーイッシュでベリーショートヘアなんですね。でイエロー系で収めていてモスグリーンとイエローの、うん、とても個性的なスカートを履いてらっしゃいます。えこの方は白で統一してますね。何かお祝いでしょうかお花を持ってらっしゃいます。ちょっと足元ヒールが高いですね歩きに行くそう。 ヨーロッパの女性はブラジャーをしてない方も多いんですね。なんかナチュラルを好む方も多いです。あこの方はもう黒白モノトーンにバッグがアクセントですね。こちらの方はノースリーブのトップスですね。なんか薄手のトップスですごくシンプルにまとめていらっしゃいます。 下着の方もそんなわからないようなパンツですねこの方は茶系雨が降ってるんですね茶系でまとめてらっしゃいますえバッグもプリントなんですけど一応あのトーンや色は同じですねこちらはバッグが赤靴も赤というふうにまとめてらっしゃいます割とヨーロッパの人黒と赤でまとめる方もいらっしゃるんですね すすごい黄色ですね、はい、えこちらのことナチュラル系でまとめてらっしゃいますねなんかピンクベージュのジャケット中はモスグリーンでしょうかもうあイタリアっていう感じなプリントの服ですね。 こちらはサマードレスですねすごい涼やかなサッカー生地かなんかのドレス長いワンピースこちらもプリントですねこちらはまとまった落ち着いたプリントのドレスですねでバッグとあのこれはベルト同じ色にしてらっしゃいます。 え、こちらはアフリカ系の女性ですけど、スタイルがいいんですね。え、こちらは高齢の女性ですね。あのアクセサリーがすごく華やかですね。カラフルなアクセサリーをつけていらっしゃいます。 こちらはすごい足取りがカッコいいんですね。歩き方がカッコいい。白で統一してますね。帽子がすごいあの決め手でしょうか。颯爽と歩いてらっしゃいます。えこちらは親子と見られますけれどもお母さんあのナチュラル系で揃えてらっしゃいますね。あの赤と黒で、えー、まとめています。 こちらの方はこれはすごい薄い布だと思われるんですけどトップスとボトムス同じ布ですねスーツケースを持ってるので旅行者でしょうかこちらもあのさりげないファッションなんですけどインナーとバッグを茶色にしてらっしゃいますこちらジェンダーフリー女性か男性かってわからないんですけどバンタナがお似合いですね男性かもしれません。本当イタリア いいう感じののカラフルなな服をそれぞれぞ方がお召しになっていますこちらはもう白で統一してらっしゃるんですけどスカーフに注目ですねこちらはイエローとホワイトえこちらの方たちもすごいシックな色でまとめてらっしゃいますあのカーキーとあーベージュ系ですね すごい、えー、ターコイズブルー、えー、トルコブルーで決めてらっしゃいます目が覚めますねあ、こちらは俳優さんでしょうかファッションウィークかなんかがあミラノであったのでプラダのバッグを下げてますね自転車でこれはレンタルサイクルでしょうか はい今度はショッキングブピンクですね。すごい目立ちますね。イタリアは太陽の国、太陽が近いんでしょうか。はい。老夫婦の方仲良く歩いてらっしゃいます。えこちらの方もトップスノースリーブなんですけれども、すごいあの軽やかな布ですね。で白いパンツを履きこなしてらっしゃいます。 え、こちらの方は、写真でポージングをしてるんでしょうか。え、こちらの方はバッグと靴を赤で揃えてらっしゃいます。おしゃれですね。え、こちらの方、軽やかな色なんですね。さりげないおしゃれ。こちらもターコイズブルー。 こちらの方もショッキンングピンク。こちらの方は割と落ち着いたトーンでバッグとパンツを同じ色で茶系で揃えていますね。 こちらは親子と思われます。けれども、お母さんがバカバカしいんですね。すごいスタイルがよろしくて、白とライトブルーでまとめてらっしゃいます。で、この小さなバッグ時々見かけるんですけど、こういう風にあの差し色として使っているいるわけですね。はい、このワンちゃん置物のようですけど、このポメラニアンさん、飼い主の方におとなしく抱かれています。こちらオレンジですね。 首元にストールを巻いていらっしゃいます。こちらは白で統一していらっしゃいますね。こちらはご夫婦でいらっしゃるでしょうか。ネックレスがポイントですけど、グリーン系でバッグの節の色と合わせていらっしゃいますね。足元はフラットで安全にという感じでしょうか。こちらも旅行者っぽいんですけれども、スニーカーで夏らしい感じですね。 バッグとパンツが同じ色です。